はい、YouTube ですよ。ミハイルが眠そうですが。おはい。今日は、今ね、ちょうどトランプさんが来日中ということで、まあ、だからっていうのかどうかわかりませんけども、はい。えー、ちょっとその話の流れで、あのー、マンチーズバーガーっていうのかな。えー、とにかくハンバーグ屋さん、ハンバーガー屋さんに行ってまいりました。えー、作家の村上さんとね、すごく美味しかったですよ。でね、美味しかった のももさることながらら接客も非常に素晴しえっ、ー、とね、例えばあの、食べ終わって外に出る時にはなんかこう必ず一人誰かあの、外まで出てきてありがとうございましたっていう風に言ってくる人がいたりですね。えー、それからあの、ま、カウンターがあってその奥でこう焼いてる人たちのね、顔だけがこう見えてんですけど、あの、目が合うと必ずニコッとこう、笑顔を向けてくれるというね、いやー、 なんかまあ、それなりのお値段しますけど、美味しかったし、接客も素晴らしいお店でしたね。いいですね。接客がいいお店ってね。気持ちいいです。そんなわけで、今日も絶好調だ。